こんにちは、依田祐希です。私は今、地元の福岡に来てます。ただいま。今日は完全プライベートということで、それを動画に収めて公開しようと思います。お母さんが迎えに来てくれてるので、合流したいと思います。もつ鍋作ります。え、知ってる、うん、バイバイ。おやすみなさい。お母さんの車がおりました。あー、お芋、お芋、ただいま、ただいま、ただいま。お迎えありがとうございます、お母様。いえ、もう回っとる。よいしょ、できた。お芋です。お芋です。臭い臭い。ちょっと待って、お芋今ゴンゾウの糞まみれになっちゃったらしくて、一応糞は取ってるんですけど、匂いが残ってる状態です。動物園の匂いがします。お腹空いたかな。家に帰ったら焼き丼と、あ、焼き芋食べる。昨日の残りの豚汁とサザエご飯。サザエご飯食べた。あ、昨日の残りの問題じゃない。あんまりサザエ入ってない。焼き芋半分食べます。え、あれ食べてもいいですか。お芋にちょっとだけあげよう。お芋、うん、どれ。焼き芋だぞ。食べた。キャロキャロした。次海外でお芋がマントヒヒに似とってみんな言うとよ、失礼かな。誰かが言って、本当やん、猿やん、マントヒヒやんってなって失礼かな。マントヒヒ、おーたん似と似ととか言わんでくれ。これめっちゃ似と。可愛いけど実物は似てないのにね。おもちゃん、どうしてそんなおもながに映るの。カメラ見て、カメラ見て。やだ。やだ。本当いいよ。もっと可愛いの。本当つい悪いよね、お芋。お家に到着しました。ゴンゾー。ただいま。ゴンゾー。ゴンゾー。
さて、ご飯です。なんだっけ、サザエ丼、丼じゃない、サザエご飯。美味しそうでしょう。では、いただきます。いただきます。あ、追加が来まして、豚汁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 。ちゃんと偉いね。うん、こう姿を撮ってやって。最高だね。こんぞ。偉いね。ゴンゾー散歩できるかね。久々やけど。意外と力強い。ちょっと削られる。多分。もうちょっとちっちゃい時かな。50、60キロぐらい。全然行けるもん。あ、おった。小学校の時の担任の先生と。幼馴染の父がいます。おーでけえね。うん、今いくつ？60キロ。いや違う違う違う、年。あ、私21歳。いやこっちこっち4歳ぐらい。4歳。多分食べちゃいかん草とかないか。うん、食べちゃいかんのは食べん、多分。ゆきこんぞーこんぞー、食事モード、おワイルド。疲れた。あ、手が、はい、手が、はい、終わった。明けましておめでとうございます。ただいま、はい、頑張れ。うい、あったか。弟です。はい、弟です。どう、彼女できた？いや、おらんおらん。好きな子おらんの？ええー、わからん。でもいろんな人が遊び行きようよ。チャラッチャラッ。いや、女子だけじゃないって。ああ、違う。いろんな友達と遊び行きようよ。天神とか、博多駅とか。あ、天神行くんや。天神行きようよ。何するの？ゲームセンター行ったり、プリクラも撮って。プリクラも撮る？男の子同士で？いや、男同士やったら撮りたい。おなごと、うん、おなごとプリを撮るんか。おなごとプリを撮るらしいよ。女の子とプリ撮るんだってよ。友達何人おると？何人おるって数えるんやろ。え、そんなにいっぱいおるの？数えんくない、友達。え、ゆき3人高校短かったけど。はい、ゆき、どげ、あ、高下高下。じゃあ夜勤を開封の儀をしますか。ありがとうございます。うわー、抜いてもらって暑いかな、暑いかな。一瞬
そのまま行くでしょ。洗ってると思うよ。え、いや大丈夫、洗ってる。洗ったけど、洗ったけど。いや、いいよ。ワイルドやな。上品に行かない、上品に。いや、ワイルドでいいよ。ちょっと食べれるね。ちょっと食べれるね。ごみ袋、ごみ袋。赤。あ、おいしい、おいしい。はい、ペシェンズ、はいはい。音声もね。お前までいじるようになったね。いい子だっつったですよね。え、めっちゃイラついてた気がイラついた？何をイラつくところがありました？態度これ使ってもらおうこれ使ってもらおう。可愛いな。なんかこれ、なんで俺らこんなぞられがんのね、うん、可愛くない。あ、そっちが返すよ、こっちが返すよ。いや、違う違う違う、危ない危ない危ない俺の中で炎上しそうだった。危ない危ない、そういうんじゃなくて。バイバーイ。バイバーイ。髪の毛よ。はい、やだ。もつ鍋作ります。切ればいいと。これも包丁すごく切れる。お腹空いてきた。空いてきた。ニラ美味しそう。こんなね、こんなでかいけどいい。いや、それ大きい。それは大きいやろ。なんかそれでも長い気がするけど。歯ごたえあった方が美味しくないですか。ミツルとパパを呼んどいで。ユキが描いたやつ、版画だっけ。懐かしい。ご飯よ。へえ、何この部屋すごい。あ、これユキがあげたやつ。寝てみて。今どんな感じになる。おお、どう。え、気持ちいい。おお、ご飯よ。はい、ユキはキャベツとニラは切りました。熱してる。うん。よだけ特製辛味噌もつ鍋です。なんかこれ威嚇でゆきが切ったまあまあいいや、ゆきが切ったからいいということすごすぎるな、こんなニラ食べたことないんだけど生まれて初めて。いきます。いただきます。いただきます。美味しい。美味しい。うん。なんか話すことはない？話すことは話せんて。そうよ。美しいね。なんかね、ネタ振りない？カバって泳げながら。川でバーって泳ぐイメージがあるやん。水に浮かないらしい。あれはあの足ついてね、走りようだ。そうこれが最後にはだからなんなん他なんかなんかないけど、なんかシマウマってワンワンって鳴くの。え、そうなの。知らないだろヒヒーンじゃないけど。そうなの。なに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 、なんか可愛いの来るの。来るんか。来るかの悩みは。え、ゆきの、うん、パパの仕事の悩みでもいいよ。相談に乗るよ。腰が痛くてさそれは知らん。それはどうしようもない。確かに。あー、いい匂いあー、いい匂い。思った。すごい。思ったの。いい匂い。触ったら匂いがつくて。あー、いい匂い。お母さんこういう匂いが好きな。で、なぜか俺の足の匂いはめっちゃ文句言う全然違うよ全然違うよね。これは違う。種類が違うよね。
これ上に行く？そのまま上に行く？どういうこと？上にビューって足伸ばせる。伸ばしたよ。手なしで。できるんかい。母さんできんたい。できるやってごらんじゃん。足上げます。ここまで。手つけちゃって、こうやって真上に。手離します。おできた。できた。悔しいな。向こうまで足行くじゃん。ゆきみたいに向こうまで足行く。おやすみなさい。が出てきません。緊急事態です。タオルパン頑張った。出ないパターンを想像してなかった。あどうした